日本代表森保監督伊藤純也の代表招集に前向き。森保監督は伊藤について、私自身の中での変化はないです。もともと基礎ということではなかったので、であるならば、チームの一員として、戦力として考えていた、とした上で、これで不起訴ということで、本人もよりすっきり、合流できる、招集させてもらえる我々からしても、よりハードルや問題となるようなことはなくなった。非常にいい結果が出たと思います。と話した。伊藤は今年1月のアジア杯中に週刊新潮記事が報じられた影響で日本代表を離脱し、その後は招集されていない。9月に始まる26年北中米ワールドカップアジア最終予選に向けて、日本代表復帰が期待される。もともと罪が確定してわけでもなく、週刊誌に出たことが発端でアジア杯中に帰国させたのがおかしい。それから一度も招集もしてないし。でも最終決定権は森保監督にはないからな。上が何と言うかだよ。報道が出たアジア杯中でも伊藤純也の扱いに対しておかしいだろって言ってたの森保だって報道もあったし、協会がスポンサーにビビってた説を押したい。これで次から心置きなく招集できるようになったのならば、それは本当に嬉しいこと。早く日本代表の伊藤純也が見たい。間違いなく選ばれるべき選手。スポンサーに配慮して選手を選ぶ国の代表って何なんだ。強いチームを作るより優先すべきなんか。予選の楽しみが増えた。通常運転でお願いします。森保さん、躊躇なく招集かけてください。将来のサッカー界のために草の根からの意見を出し合いましょう。チャンネル登録、コメントお待ちしております。